もともと才能あるじゃないか。ちょっと乗ってきましたよね。ちょっと乗ってきたね。ちょっとフランスとかで店開こうかな。あはい、というわけで今週も引き続き富士吉田にいますが、はい、今日はどこでしょうか。今日はですね、はい、すみれ会さんにお邪魔をしております。すみれ会さん、はい、にこやかなお嬢様がお三方いらっしゃいますけども、はい、はい、吉田うどんの作り方を教わろうと思います。吉田うどん、はい、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すみれ会の皆さんです、はい、よろしくお願いします。戸川さん、堀内さん、佐藤さん、はい、吉田うどん、はい、初めてのクッキングコーナーになっちゃいましたけど、はい、はい、よろしくお願いします。初めてですね。僕がやるんですか。そうです、はい、あ、僕がやるんですか。そうです、やってもらい踏むところから踏む、はい、うどんって踏むんです、足で。あ、そうなんですか。はい、だからまずそれを足で 手洗いましたけど今足洗いますそうですか、わかりました。いいですか、じゃあ失礼をして。はい、え、本当に、はい、本当に中に入って、え、こういうこと、押さえてます。ここに捕まってください。そうそうそう、足全体で踏んで、かかとの一番力が出るから、かかとで踏むのが一番。え、これいい、なんで踏むと腰が出る。腰が出るんです。はい、おしだうどん、腰ありますもんね。あります、すごい。いや、なんかもうちょっとこすんのかな。あ、後でその伸ばすのありますけど、 その前にあの足で。ここで、すみれ会の皆様は何の会なんですか。はい、農家のお母さんたちといいますか、はい、うん、農家のお母さんたちが結成をしたすみれ会、はい、そうです。目的としては、目的としては今は、はい、大豆を種からまいて、はい、育てて、はい、あの市民の皆さん募集した方とですけど、はい、で収穫してお味噌作り、大豆の料理教室をしてます。で、あの農業祭りがあるんですけど、うん、その時は、はい、こんにゃく味噌おでんを販売して活動費を稼いで。あー、なるほど、売ってるんですね、そこは。そうです。もう一人いるんですよ、メンバーは、はい、でも今日ちょっと忙しくて、あの来られません。うーん、4名でスミレ会。はい、4名でスミレ。これ結構重要なことをやってるんですね、僕は。はい、大事です。大事です。そう、私なんて、あの小学校の頃は帰ってくると踏むのが日課。日課。あ、本当ですか。もういいかな。そろそろ、ね、いいですか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すっごい良くなった。あ、全然違う。え、何が、なんでなんでなんで分かるんですか。なんか見た目で さっき全然違ったじゃないですか、はい、足から手に移るイメージですよね、これ。足から手ですね。ちょっとずつ伸ばしてきます。してる、伸びてきます。どうですか先生、ブリオさん。上手です。お、うどん屋さんになれる。あ、ちょっと目指します。富士吉田ってどういうとこですか。どういうとこ、どういうとこですか。どんな素敵なところがあり、うん、富士山が目の前、うん、毎朝起きると目の前にドンとあり、はい、夏も30度超えないのはめったにない、ね、数えるくらい。あ、そうなんですか。今はだいぶね、あの回数多くなりましたけど、うん、夏は天国ですね。薄くなったから今度、うん、 そしたらこれ巻いて、こういう感じで。ちょっと手が痛い。今見てませんでした。ここすんの、こっちですね、うん、ここでこうしてみて、はいはい、生地を押し、で、そうです。手慣れてきた。ちょっとすごい。ちょっとなんかちょっとやっぱりうどん屋さんちょっと様になってきたかも。ですよね。もともと才能あるじゃないか。ちょっと乗ってきましたよね。ちょっと乗ってきたね。
伸びてきたね。すごいね、大きくなった、うん、あすごい伸びてきた、楽しい、すごい伸びた。やっぱこうできてくると楽しいですよね。そうですね、食べるともっと楽しい。あ職人の顔になってきますよ、うん、こだわってますこだわってます。グリオうどん。チューブもう食べてきたった。大きくなってきた。本当だね。うん、伸びたね。なんかちょっと食べるのが惜しくなる。惜しいぐらい。食べるの惜しくなる。すごい。いい感じですね。使っちゃいますよ。普段グリオさん料理するんですか。僕あのお好み焼き専門ですけどやりますよ。あ切った感じどうですか。力いります。クリアさん、はい、あの腰がある感じは分かりますよ。うーん楽しみだね。いや俺も炭で買い入ろうかな。うん、あいいねいいね。本当ですか。クリアさんのお弁当が茹でられていますよ。はい、すごいいい感じです。本当ですか、うん、ほらちゃんと繋がってる。どうぞ気がほら本当だほらわーすごいねよかったです。じゃあこれは成功の類ですね。そうですね、うん、切る感じ楽しいなね。楽しいね、うん、合わせてくださいまだ硬いですね。そうですね、うん、もうちょっと言うもうちょいじゃないですか、うん、でも腰ありますよ。やっぱちょっと5分、うん、あと5分くらいになる、うん、そうですねそうですねあと5分ですか。はい、濁ってないでしょうね。美味しい。あすごい美味しい。あ全然違いますね。ねあ全然違いますねこれ。すっごい美味しい。浅間神社があるでしょ、はい、あの竜の口から水出てる、はいはい、それと同じ水です。ああそうなんだ。先に飲んでます。浅間神社よりも先に浅間神社はそこですからね。そうですよね。川上ですもんね。そう。うちの方が先に飲んでます。あいいね。うどんだ。美味しい水で注いでいただいて。水が冷たいんで、うん、すぐ閉まるんです。あ、なるほど。みんな飲んできました。あら。やったすっごい綺麗なの。本当ですか、うん、おあの本当だ。ネシタの言葉でこれ飲めっこいって言うんですよ。飲めっこい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 って言うんですよ。飲めっこいなー。いただきましょう。はいどうぞ、はい、お野菜お野菜いっぱいだ。あ、いい匂い、うん、お醤油と味噌両方。おではすみません。どうぞ。いただきたいと思います。はい、どうぞ。いただきます。いただきましょう。どうですか、グリオ。おいしい。自分で作るとすごい美味しいでしょ。どうぞどうぞ。すごい辛くないからたくさんかけても大丈夫ですよ。すごいよ、かわいい。山椒のこれ手作りだからこんないい。そうですね、うん、黙々と食べてますキャベツと合いますね。でもねキャベツと味噌下のほどはキャベツが、ね、香りがうん、すごい。いい香りでしょ。美味しいですよ。うん、あ、よかったわ。美味しそう。今日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。なくてはならないもので、朝起きて必ず家の窓から、うん。今日の富士山の様子を見ます、うん、で見えないと寂しいなって本当にもう生活の一部です。うーん、どんな富士山が一番好きですか。夕焼けが
赤く染まる、かすかにこう雲がなくって夕焼けがすごい綺麗なね、薄いピンクみたいなオレンジみたいな、雲もないしちょっと雪がかかって夕焼けの時にパッて見てハッてなると綺麗です。ありがとうございます、はい、私も家の、ま、あの障子を開けるとそこに富士山がいるあるのであるのが当たり前で、私のやっぱり心の中の支えですね。で家から見る富士山が一番形もいいし姿も綺麗だし、特に雪の冬の富士山が好きです。うん、うん、いいです。ありがとうございます。最高です。はいもう1歳半の時に父におんぶされて、富士山に行ってました、はい、で夏の間はそこで育てられたんですね。だからもう富士山は本当に私の家なんです、はい、うん、とにかく大きなでっかい富士山がとても好きです、はい、皆さんね上に登ることばっかり考えてますけどね、実を言うとね5合目までの景色の方が断然綺麗なんですよ。だから富士吉だから5合目まで登る、そういうコースを皆さんにもっともっと知っていただきたいと思います。そういう富士山もありますので皆さんぜひ登ってくださいお願いします5合目までのコースはいろんな木が生えてていろんな花が咲いてて、そして下界も見えますんでね、とてもおすすめのコースです。わかりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いいお話が聞けちゃいました2回撮ったんですいません。全然違うことある。